こんにちは、脂身長男です。はい、今日はね、お酒のお話です。みんな大好きアルコールということで、どうやってね、私脂身長男が普段ね、お酒を買っているか、そしてまた今からどう買っていこうかというね、そういうお話でございます。まあいろいろ動画上げてますようにね、私お酒買うのがね、大体2つぐらい種類がありまして、まあ種類というか買い方とかお店がね2種類ございまして、まず1つはね、動画でおなじみドンキさんです。ドン・キホーテ。そして、もう1つがね、お酒の専門店、酒の山屋さんです。大体この2点で事足りることが多いです。まあ理由はいろいろありまして、その値段でいきますとね、一番コスパよく、安く買えるのがドンキさんなんですね。大抵のお酒は一番安い、他の販売店いろんなところと比較すると一番安いで、山屋さんなんですけど、山屋さんはもうご存知の通り、種類扱ってるお酒が非常に多い。もう大体のお酒がねあります。ですからまあ探したい酒がないってことが、まあほぼない、状況ですね。で価格もね、スーパーとかで買うよりは安いということで、まあむちゃくちゃ安いかって言われたら、まあ、安く売られてる商品もあるんですけども、平均的にはね、まあまあのお値段で売ってて、しかも品数が多いということでね、高くはないです。安いです。ただまあ激安ではないですね。激安じゃないけどいっぱいあるということで、使わせてもらっております。でそこに来て、まあ両方とのお店に言えるのが、直接お店でね販売してて買うっていう方法なんですけど、今日ご紹介する方法は通販です。私去年の年末にね動画に上げましたけども、通販で初めてお酒を買いました。あの時はね、9本か10本買ったんですけどね、まあそのお店はねとにかくね安かった。もうびっくりするぐらい安かった。あのドンキさんよりも安かった。ただね、そのものすごいメリットと同時にね、ちょっとした弱点もありましてね、品数が少ない。これでね、あらゆるお酒が手に入ったらもうそこ一択でいいって感じになるんですけど、残念ながらね気になるお酒がねないことが多いんですね。今日ご紹介するお店はね、はっきり言ってね、レパートリーはもう無敵です。なんでそんな酒まであるのっていう、もう日本酒から、焼酎からビールからも何でもありますね。もう本当に在庫をリストアップするとカタログになっちゃう、本になっちゃうぐらいすごいんですよ。まあ今日はそんな、通販のねサイトをご紹介したいと思います。そのサイトはこちらです。せーのドーン。ここですね、種類 .com さんです。僕ね酒類 .com って呼んでたんですけど、これ種類 .com さんですね。見えますか。まあ、そこが出されているこの、種類辞典、酒類辞典なのかな、ちょっとどっちかわかんないですけども、この通販カタログね、こんな分厚いカタログを送ってもらいまして見ております。で今日はねここのご紹介をさせていただきます。まあね本当に種類多いですよ。びっくりします。で今私ウイスキー修行中ですんでね、ウイスキーに絞ってまあお話ししますけども、まあびっくりだということで、で価格もね安いです。あんまり言うとね比較対象でするとこに怒られそうですけど、山屋さんより安いです。はい、ドンキさんよりは高いけど山屋さんよりは安い。でもドンキさんはねもう品数で足元にも及びません。だから僕的にはね一番バランス取れてる、販売店さんはここじゃないかなと思っております。とにかく種類が多いからね、もうびっくりするぐらい激安ではないです。ただびっくりするぐらい量が多いです。まあ、そんなお店です。まあでも本当にまた後で言いますけどね、送料がめっちゃ安いんですよ。一度にね12本まで、一定の送料で送ってもらえるんだけど、その送料がね驚きの低金額です。だからね1本だけならまだしも、もう45本買う、45本は買いますよなんていう人いたら、その辺のお店で買うよりも送料を払ってここで買った方が安いですよ。そんなこんなでね、今日は中を見ながらね、ここで僕近々買い物するんですけども、何を考えてるか何を買うのかお話ししたいと思います。それでは行ってみましょう。ドーン。会社はというとね、ここにあるんですけどね、庄司酒店さんですね。はい、物流の方がね大分県にある会社なんですけども、これどこにね会社置かれてる方ちょっとまだ知らないんですけども、あんまりその辺はね、関係ないよっていうことで、でこれね送料なんですが、先ほどお話ししたようにね、私の住んでる関西だったら690円、税込みで759円だからね、それで12本までねいっぺんに頼めるっていうことで、まとめ買いしてもいいよっていう方にはねものすごくおすすめのサイトになっております。お酒12本だったら結構箱も大きいし重いしでね、この送料は本当に良心的だなと私は思います。でこれカタログなんですけども、希望すればね送ってもらえます。これ結構分厚いんですよ。もう本当にちょっとした雑誌ぐらいありますね。世界の酒類辞典、ね、種類辞典というのかな、でこれが私今ウイスキーにハマってるのは皆さんご存知だと思いますが、いろんなねもう眺めてるだけで楽しいですけど、まずねウイスキーちょっと見ていきましょうか。ウイスキーのコーナーね、ここからウイスキーのコーナーです。はい、まずジャパニーズですね。でちなみにねざーっと見てね、私ちょっと前にね一回ここから通販買わせていただくつもりでね、めぼしいやつをピックアップしました。それも込みで見ていただけるといいんですけども、まずこれ、サントリー、スペシャルリザーブ、リザーブですね。これがね、なんとね、税抜き価格ですけど、2097円になってるんですね。はっきり言って、なかなかないです。2000切ることはほぼないんですけど、2097円、2100円を切ってる値段もねよそであんまり見ないですよね。まずこれ1品目、ついでにざーっと見ていきますと、この辺ねすごいでしょ。なかなか買うことができない響の21年とか30年もラインナップにあるんですよ。で、山崎もそうですし白手もそうですし、結構あるんですよ。すごいなと思ったんですが、アスクって書いてますよね。これはなんでかっていうと、多分ね、値段の変動があるっていうのと、あとね品切れで再入荷待ちっていう期間があると思うんでね、この辺はホームページの方で見てもらったらリアルタイムに、在庫あるないが分かりますんでね、そちらでチェックしていただければいいかなと、思うんですが、やっぱりこの辺も高いからね、でも高いけどねもう置いてるっていうのはすごいです。はい、いきましょう。おっと、この辺はなんか見てるだけでも、楽しいですよね。私鶴はちなみに実物見たことないです。はい、次ジャパニーズの日課さんですね。この辺はね今回は、チェックした製品はないですね。でもスーパー日課とか安いですよね。1972円、どこよりも安い、ドンキさんよりも安いっていうね、お好きな方はおすすめですよ。はい。で、いろいろありまして、ここからね、スコッチ、洋酒になります。はい。で、このページは今回チェックなかったですけどもね、お酒ね、さっきもそうなんですけども、一個一個にね、短い文章、3行、4行程度ですけど、説明が書かれてるんでね、それを読んでいくだけでも結構ね、楽しいというか、知識が入ってきますよ。で、スコッチで何かチェックしたのありますかね。ありましたね。ここもすごいですけどね。はい。まずこれ。アイラミストの8年です。これね、なかなか置いてないんですよね。実物手に取ったこと、1回あるかもしれないですけど、基本ね、見たことないですよね。これ一度飲んでみようと思っております。それから、デュアーズの12年。これもね、これはその辺でどこでも売ってるんですけど、なんと税抜きで1888円。安い、偉い、どこよりも安いですね。今まで見た最安値で2100円前後だったんで、1888円は偉いなということで、いい機会だから買ってみようかなと思いました。ドンキさんでもね、ちなみにこれ2180円ぐらいしたような気がしますね。ホワイトラベル、これも安いですけどね、特価時にドンキさんは1000円になりますね。まあ、普段1100円以上しますから、まあ、こっちの価値って感じなんですけども。で、フェイマスグラウス、僕大好きなフェイマスグラウス、まあ、700ミリボトルでね、あるんですね。山屋さんではね、なぜか1リッターボトルしかなくなってるんでね、まあ、買うならいいなって話なんですけど。で、逆にその家庭サークがね、1100円するんですよ。だから物を選ばないと、相場よりも高いので買っちゃうことになりますんでね、この辺はね、ある程度やっぱいろんなとこ見て価格はリサーチした方がいいですね。まあ、そんなこんなで2本目はアイラミスト8年、3本目はデュアーズ12年というチェックになっております。はい、次行きましょう。ここもチェックが入ってますね。まずはバット69。これなんて言うんでしょう。バット69っていうんですかね。これが安い1047円。これ確か山屋さんでね、はっきり覚えてないんで申し訳ないですけど、1400円とか1600円とか、結構1000円台半ばの値段しておりました。それが1047円、まあ1000円ですね、実質ね。1000円はもうお買い得だっていうことでね、まあ、1回飲んでみたかったウイスキーなんで買ってみようと思っております。で次、ベルオリジナル、これも安いですね、1026円ね。ドンキさんでもいつもありますけど、この値段ではないですね。はい、まあ、そんなこんなで4本目5本目こんなふうにチェックが入っております。はい、でも本当に、自分が選んだものばかり言っていきましたけど、ラインナップすごいでしょ。マニアックなのもあったりとかね、定番はもちろんありますし。はい、次シングルモルトです。シングルモルトはね、今回残念ながらね、1本目選んでおりません。選んだっけな、どうだろう、このページはありませんね。はい、次行きましょう。ドーン、あ、チェックが入りました。インチ川14年です。これマニアックですよ。うん、スコッチのベルのね、キーモルトになってるらしいんですけど、昔に買ったね、お酒の本で、塩っ気、しょっぱくて唐辛子を感じる、しかし甘いという評価が書かれてたんでね、一度飲んでみたいなと思ってたんでチェックだけしております。ただしね、やっぱり希少なウイスキーなんでしょうね。高い、8922円するんですよね。これは厳しい。一応ね、すぐに見出せるようにチェックはしてますけどね、これは買わない可能性が高いですね。なぜか貧乏だからですよ。1本9000円のウイスキー買うんだったら3000円のウイスキー3本買っちゃおうかなっていう貧乏くさいことを考える僕なんですけど、まあね、貧乏してんのに身分不相じゃないですか。1本9000円もするボトル買うなんて憧れだけですけど、ちょっとチェックしてしまいました。多分買いません。でも欲しいなというウイスキーになります。はい、で、このページもこんな感じでありまして、シングルモルトだけでも多いでしょう。はい、チェック貼りましたよ。こちらグレン・ターナーポートカスクフィニッシュですね。これね、山屋さんでしか売られてないと思ってたんですけど、ありましたね。そして山屋さんよりも安い1887円。確か山屋さんはね、1980円とか2000とかそれぐらいだったと思うんですよ。まだ100円以上安いですね。もともと飲んでみたかったんですけども、一回これを機にね、買ってみようかなと思っております。はい、いろいろありますね、本当に。はい、次。はい、出ました、モンキーショルダーね。これも2802円とドンキさんよりも安いというね、バッテッドモルトですね。モルトだけをブレンドされて作られたお酒です。まあ、評判も高いんでね、一回飲んでみようと思っておりました。はい、次行きましょう。ドーン、ここはもうないな。カバランもいっぱいありますね。すごい多いですよね。世界6代目のウイスキーの産地になるかもしれない台湾、押さえておいても損はないですよ。はい、出ました、アメリカンウイスキー、いわゆるバーボンですね。ここでね、私が目をつけておりますのはこちら、ノブクリークシングルバレルリザーブ。まあ、やっぱり安いですよ。4198円。これは安い。アルコール度数60度ですからね、まあ、それを飲めるかどうかっていうのもありますけど、まあ気にはなってるウイスキーで、買うか買わないかはこれちょっとね微妙なとこなんですけどもね、一応チェックしております。ターキーね、この間買いましたターキーなんかは、ドンキさんとほとんど価格が一緒でございます。はい、まあほとんど一緒ならドンキでいいかなと、いうことになりますね。ついでに言うとメーカーズマークはドンキさんの方が安いです。あれ1880円とか1800円台でしたからね。はい、次。このページはなかったですね。まあ本当にね、もうお金持ってりゃね、もうバンバンあれもこれも買いたいんですけどね、お金ないです。はい、次、カナディアンとアイリッシュ。カナディアンはね、もともとね、あんまりラインナップ見ないんでね、ここでもメジャーなやつがちょっとあるだけですね。はい、アイリッシュですね。これ安いですね。ブッシュミルズ。飲んだこと一度もないんで、一回買ってみようかなと。1300円台はやっぱり安いです。これね、ドンキさんにはないんですよ。アイリッシュでね、ドンキさんで置いてるのはね、もうジェムソンスタンダードぐらいですからね。うん。まあ、これを機に、ブッシュミルズ飲んでみようかなと思ってます。はい、次、こちらですね、バスカー、まあ、シングルモルトでも出てますけども、とりあえずはね、このブレンデッドの方のバスカー1回飲んでみようと思います。1573円は安いと思います。はい、でまあここからね、ブランデーだったりウォッカだったりジンだったりまだまだ続くんです。焼酎日本酒あります。でもまあ僕はね、頼むのはウイスキーだけと決めておりますんでね、ここまでですね。まあ、振り返りますと、1本、2本、3本、4本、5本、6本、7本、8本、9本、10本、11本と。11本選びました。まあ、インチ側外したとしたらまあ10本ですね。うん、12本までですから、あと2本ぐらいね、何か、ストック用に買うかもしれません。とりあえずね、今ざっとねウイスキーだけですけどラインナップをお見せしましたけども、バランスが非常にいいと思います。価格と、品揃えがものすごくいいから、あれも欲しいこれも欲しいって出てくるんですよ。で価格は激安ではないけど安いです。はい、ですから10本ね、10本までいかなくてもいいかな、多分ですけどね、もう3本も買えば送料の分ぐらいはよそで買うより安くなると思います。そんなわけでね、私はこの今からね酒類 .com でねお酒を買い物してみようと思いました。いかがだったでしょうか。庄司酒店さんのご紹介になりました。まあ本当にね見てると楽しいですし、皆さんもこれ、申し込んでみてはいかがでしょうか。とりあえずね、豆知識とかも書いてますしね、お酒以外のその酒グッズ、グラスですとか、その辺のものもいっぱいね掲載されてますんで、見るだけでも楽しいですよ。別に依頼があったわけでもないんですが紹介してみました。ね、庄司酒店様、貧乏しております。何か送っていただけると嬉しいです。こんな動画じゃダメだって。まあそんなこんなで今からね発注かけたいと思います。届いたらね、またお酒一本一本お見せしてね、ご紹介したいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。そんなこんなでまた脂身長男でした。いいウイスキーライフをせよ。